宗教、皆さん漠然としたイメージだと思います。宗教的なものがこちらだとすると、科学的なものはその反対。大雑把に宗教と科学は対立するもの、そんな感じで考えてみてください。例えば2つのものがあったとします。一方は1日かけて丁寧に作られた、もう一方は10分かけて大雑把に作られた。でもお互い比較しても寸分違わない、同じ品質。この場合、科学的に見た場合、どっちも変わらないんですよね。さらに短い時間で作られたものの方が優秀、そういう考えです。でも人、時間かけて丁寧に作られたものの方をいいものとします。科学的に全く同じものでも、一方は時間がかかってる、一方は短時間で作った、その事実があると時間をかけた方が良いもの、そう考えるんですよね。この考え、科学的に見るとおかしいです。デジタルのデータを考えればもっと分かりやすいですね。同じファイルが2つあるとします。一方は1時間かけて計算した、もう一方は1秒で計算した。この場合、誰も1時間で計算した方のファイルを尊いもの、そうは思わないですよね。ファイルだから全く同じだ、比較して同じだからどっちも同じだ。でもこれを宗教的な考えで当てはめれば、1時間かけて電力も使って丁寧に計算したこちらのファイルの方がいいものだ、何か宿ってる、そう考えるんですよね。この考え方が宗教なんですよね。宗教、科学を超えた何かを信じる、超科学、オカルトとかですね。だから宗教ってもの、もともとそういうものなんですよね。科学を超えた何かを信じるもの、それを信じてれば宗教なんですよね。理屈だけでは考えられないものを信じてる、それが宗教です。もう宗教か宗教じゃないか、それだけなんですよね。ちなみに、宗教法人だから宗教だ、それは短絡すぎます。単純に日本の法人格のことを言ってるだけで、それが宗教なのか宗教じゃないのか関係ないです。関係ないとしておきましょう。宗教のこと語るのに宗教法人であるかどうか、不必要な情報ですね。あれは単なる日本の法人のシステムです。極端なこと言ってしまえば、宗教法人格を持った組織なのに全然宗教じゃないよ、そう私が思ってるところもありますからね。宗教というものは科学を超えた何か、それが判断基準ですね。